今日は大阪大学に来ました、今日はですね大阪大学を探検したいと思います。以上です。今歩いてますね。で歩いてですね、ちょっとですね、この辺の看板を見ましてね、歯学部があるなと思って見てるんですけど、そうですね、ミラーがありますね、ミラーが。テクノロジーの歯学部ですね、今日も学びのためにリポートしに来ました。まあ、次行きましょう。学ぶために来ました。で、まあ、今日は小1時間ぐらいでしょうか。それでですね、失礼いたします。今そこ歩いているんですけど、で工学部の大学院がありまして、そこで、まあ、一服しまして、一服っていうか、まあ、一息つきまして、でまた今歩いているところなんですけども、次はどこに行くんですか。あ、次はですね、理学部に行ってみようかなと思いまして、はい、はい、文学部もいいかなと思いまして、ちょっと見てるんですけどね。はい、あ、食事に行きます。一息入れて、一息ついて、ご飯を食べたいと思います。今日は産業科学館に来ました。科学研究所ですわ。産業の科学っていうのは理工学とか工学の方で応用できますけども、そういったことをしております。はい、いいか、うん、村区長、銅像になられてどないなったんですか。動くんですか。動かないですか。いや、私はですね、今日来ましてね、いろいろ考えてたんですよ。でね、ちょっと学校がなんかいろいろ変わってきてるからすごいなと思いましてね、今おるんですわ。学長聞いてますか、銅像さん。ああ、どうやら銅像のようで聞かないらしいですわ。今日は図書館をちょっと学びに来まして、図書館でですね、蔵書がですね、もう頭の中にポワーッとなりましてね、今に至るわけなんですよ。